の先生にもわかんないの？洋平先生の写真が下手だっただけじゃないの？奈美先生も言ってたけど、姫神島の伝説に出てくるのってあの花なんじゃないかな。どうだろう、アキちゃん知らない？わかんない。でも姫神島って花の多い島だよね。ご苦労様、もうずいぶん慣れたみたいね。一つ言っておきたいことがあるんだけど。例の揉め事がまた大きくなってきてるみたいなの。生徒の中には気づいてる子もいると思うわ。でも教師である私たちはそんなことに振り回されずに落ち着いていなくてはね。じゃあまた明日ね。お兄ちゃん。やっぱりここに来たね。私も今来たとこだけどね。天気だね。楽しいよ、すごく。友達もいっぱいいるし。でも今日職員室に呼び出されちゃった。そろそろ進路を決めるようにって担任の先生に。うん、お父さんは私を手元から離したくないみたいだけど。でもね、進学したいのはそれが理由じゃないの。私、ずっとこの島で育ったでしょ。もっと他の世界も見てみたいの。もっといろんなところに行って、いろんな人と会って話してみたい。いつかはこの島に帰ってくるかもしれないけど、自分がどんな人間で、何ができて、何がやりたいのか、ちゃんと知っておきたいんだ。クラスにはもう自分が将来何になるかとか、何をしたいかとか、はっきり決めてる子もたくさんいるの。私なんてまだいろんなことが曖昧でしょ。そういう人たち見ると
引け目を感じちゃうんだ。中にはもう結婚相手まで決めてる子もいるんだよ。もうすっごい熱愛状態で、相手の男の子も卒業したらすぐ結婚するんだとか燃え上がってて。その人は今何してるの？偉いね。お兄ちゃんならいい先生になれると思うけどな。私は将来何になるのかな。もし大学に行けたら、お兄ちゃんの近所に住んじゃおうかな。本当？そうか、お兄ちゃんの大学って教育大だよね。先生か。ううん、ただ一瞬先生もいいなって思って。そうだね。さて、そろそろ帰ろうかな。お兄ちゃんはどうする？じゃあ、晩ご飯までには帰ってきてね。ねえお兄ちゃん、明日もここに来る？私はきっとまたこのくらいの時間に来てるから、もし会えたらまたお話ししよう。じゃあね。陽平先生、おかえりなさい。うん、牛尾くんたちと約束しているの。じゃあね。Thank you.
お兄ちゃん、おかわりは？オッケー。うん。うん。お父さんはそんなことしなくていいって言ってくれるんだけどね。やっぱりそう思う？やっぱりちゃんとお父さんと話した方がいいのかな。私もずっとそう思ってたんだけど、大人の仕事のことに子供が口出していいのかとか、家族が気まずくなったらどうしようとか、いろいろ考えちゃって。かもしれないね。私、お父さんを困らせないようにとか、家族が壊れないようにとか、そんな風にばかり考えてたけど、もっと聞き分けのない困った子になってもいいかもしれないね。やっぱり勇気がいるよ。もしお父さんと話してみることにしたら、お兄ちゃんもその時そばにいてくれる？Thank you.
そうだね。考えがまとまったらまた話聞いてくれるかな。ありがとう。わかった。気をつける。じゃあ、また後でね。はい、お疲れ様。ご苦労様。あなたから見て子供たちの様子はどう？そうね、とりあえず私もほっとしてるの。このまま島が平和であってくれるといいんだけどね。そうだわ、これからテストの採点をしなきゃいけないんだけど、手伝ってもらいたいんだけど、どうかしら。ありがとう。それじゃあこっちに来てちょうだい。おかげで助かったわ。それじゃあまた明日ね。
陽平先生、おかえり。部屋で寝てる。気分が悪いんだって。みたい。なんか真っ青な顔してたもん。今おばあちゃんがついてるけど。やめといた方がよろしおまっせ。お姉ちゃん、具合どう？しばらく静かにしていたいって言うてましたで。誰も部屋に来ないでほしいて。軽い貧血やさかい、しばらく寝てれば治る言うてましたけどな。とりあえず、今夜の晩ご飯は私が作らせてもらいますさかい。ナミ先生に電話しようか。しばらく様子見て、あんまりひどいようでしたら、そうした方がよろしかもしれませんな。お姉ちゃん、どうしたんだろう。起きなさいってば。よし、起きろ。あ、はよ、陽平先生。先に出ちゃった。今日は早く行かなきゃいけないって言って。元気ないみたい。とにかく起きて。陽平先生が遅刻したら私の責任になっちゃうんだから。先生、今日はお早いお帰りですな。いいえ、まだですがな。大丈夫でしょうかな。相当具合悪そうでしたけどな。もうあんなにしんどそうな渚嬢ちゃん見たのは初めてですがな。
40度の熱があっても私らを心配させへんように気使う子が帰ってくるなり物も言わんと部屋にこもりっきりなんてただごとじゃおまへんがな。